防御率がいいチームだけに、はい、やっぱ二遊間の守りってすごく大切なんですよ、いわゆるセンターラインですよね。三遊間ライナーではあります。まあ、復帰して上本はサードを守りましたが、上本のセカンド、そしてサード西岡という形になりました。これは西岡君のセカンドでの守備範囲だとか動きを見たときに、やっぱ上本君のその守備範囲動きの方がかなり広いですから、はい、そういう意味では